お元気ですか？谷村新司です。ぐっすりと眠れた日の朝は体も心も軽くなりますよね。深い睡眠って実はすごいんだなって感じております。眠るためには少しだけ体を疲れさせる、これ実はとっても大切なことだと思っております。新しい日常に取り入れていきましょう。さあ今日もゆっくりとあなたと一緒にラジテレ始めてまいりましょう。さあ今日のテーマは水です。ウォーター、カタカナで書くとウォーター、英語で言うとワーラー。朝起きたら僕は必ずするんですけども、一杯、コップの水を飲む。あのね、この習慣もう何年も続いてるんですけども、これで体が動き始めるっていう、そんな感じしてるんです。やってみようかなっていう方、朝起きて動き出す前に、コップに一杯水を飲む。これ一回やってみてください。なんか変化が出てくるような気がするんですけどもね。さあ、外国から、オリンピックの頃たくさんの方たちが来日しておりました。コロナ前はたくさんの観光客の人が日本を訪れてくれておりましたけども、日本を訪れた人たちがみんな驚くことの一つ、日本のおトイレ事情がすごい素晴らしいという、でウォシュレットを買って帰るっていう人がもう山ほどいるんですけども、そんな、人たちの中でお店に入ってちょっとコーヒータイムをしようとかティータイムをしよう、そんな時に外国の人がみんな驚くのは、当たり前のようにお水が出てくるということです。僕らの中では当たり前なんですよね。このお水のサービス、海外の人にとってはこれびっくりだそうです。へえ、考えてみると日本という国は飲める水に恵まれた、本当に数少ない国の一つだと思います。砂漠で暮らしている人たちにとってはもう奇跡のような国なんじゃないかなと改めて思います。この水について、今日はちょっとお話ししてみようかなと思います。